はい、どうもケイジです。ドラゴンクエスト10前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、続きというか、前回切りのいいところで終わってるので、今回はね、転職クエストとか受ける予定なんですけども、レベル21、今僕がレベル21ですよ。なので、前回話したように、7の倍数で装備できる種類が変わるので、21からまた新しい武器防具装備できるので、それをとりあえず買いたいかなと思って、バザーの購入のところをちょっとお見せしたいと思います。でちょっとゴールドを下ろしていこうかな。いくらかかるかわかんないけど、とりあえず前回お話ししたようにメインキャラから、100万これに、もらってるので、このサブキャラにもらってるので、とりあえず10万下ろしていこうかな。でバザーですよ、バザーで。とりあえず、先に今装備してるものなんですけど、まず武器が六角棒はレベル14以上装備可能の武器ですね。コンという種類の武器。あとは頭はエンゼルスライム棒なんですけども、あと、前座芸人の服で揃えてます。前座芸人の服はレベル1以上装備価格、結局変えてないんだな、変えてないんで、レベル7、レベル14で武器防具の装備できる種類は変わってたんですけど、いっそ21まで待とうということで。さあではまず武器を買いましょうかね。武器はコンですね。コン。アイテムは何でもいいけど、ここは、デッキの良さ。これ職人経験してくると分かるんですけども、星3、星1、星2、星3というデッキの良さがあるんですね。職人さんが作ったものをバザーで売ってるんですけども、コンはね、武器鍛冶職人の人が作った、ものを売ってます。で、それも出来の良さがあって、星の数によってつけれる錬金効果の数が決まってます。で、星1ですと1つの錬金効果つけれるし、星2ですと2つの錬金効果つけれる、星3ですと、いわゆる大成功品なんですけども、3つの錬金効果をつけれるというものです。で、出来の良さは何でもいいんですけど、錬金効果数、結局、星3の錬金、例えば極端に言えば一番いい星3の武器を買っても、武器が職人さんが作れたとしても、それに実際錬金効果がついてるのかついてないものもありますので、ついてないのは、買っても意味がないので、自分で、錬金職人、ランプ職人とか、壺職人とかをやって自分で錬金つけれる場合はいいんですけども、僕はまだそうじゃないので、すで、に錬金効果のついたものを買いたいと思います。で、例えばプラス3というのは本当に大成功品に錬金つけてるので本当高いです。なので僕がよく選ぶのはこのプラス2以上なんですけども、錬金効果が2つついてればだいたいいいかなと思って。で、錬金効果もいろいろ、攻撃力の錬金がついたもの、おしゃれさ、会心率がついたいろいろあるんですけども、何でもいいですと。これでちょっと検索してみましょう。で、アイテム名も選べるんですけども、とりあえずアイテム名は何でもいいです。で、こうすると、プラス2以上なので、当然プラス3とかも出てきてる。で、今、左上商品リスト、種類順。
で丸150音順にとなってるんですけども、今種類順に並んでる感じです。で丸1ボタンを押すと50音順に変わります。でもう一回押すと強さ順に変わる。でもう一回押すと安い順に変わる。僕この安い順で見るんですけども、まあとりあえずまだレベルが下の方なので安いのでいいかなと思ってるんですけども、演武のコン、演武のコン攻撃力77から86に上がるということは9上がる。うん、おいいね。基礎効果が三河市立 1.0%、で錬金効果が攻撃力2が2つで、出来の良さ攻撃力2、うんいいね。これはあ同じか、同じ、セレモニーロッド、これは何だ、儀式の時によく使われる格式高いコーン、これは77から88、お攻撃力は11上がるね。なるほど、攻撃力プラス2、錬金効果でプラス2、攻撃力プラス2かっこマイナス1というのがありますけど、これ錬金つける人は失敗してるんですね。失敗した時はマイナス効果がつくので、まあそれでもプラス、6から1引いて5、合計でプラス5の攻撃力がついてるということになります。まあ演武のコンが三河市立がいいので攻撃力86、87、89もあるのか。86、87、いや、安いの買っとこう。攻撃力86の三河市立がついたやつ、これ買っとこう。はい、すぐに装備していくか。はい、よし装備した。で次武器はいいので次は防具を、防具で前回も話しました、頭はエンゼルスライム帽、経験値が3倍になる帽子をつけているので頭は外せないんですけども、体上アイテム目は何でもいい。で可能職業旅芸人、装備レベル21、出来の良さはいいけど錬金効果数はプラス2、これで条件探す、まあ条件の探し方は人それぞれなので自分の好きな探し方でいいと思います。あ銀の胸当て、これも安い順に並べましょう。三河市の服上、回復魔力、うん、これ回復色、回復魔力というのはいわゆるホイミとかね、生き返らせる呪文ザオとか、うん、そういう回復系の魔力がアップするという錬金効果がついてますね。手品師の服、これは守備力の錬金効果、もう一個見てみようか。あこれも守備力の錬金効果、三河市の服多いなこれ。あ早手がある、早手のベスト、これは攻撃魔力も回復魔力も5ずつ上がる。あなるほど、錬金効果がね、なるほどね。攻撃魔力はあんまりいらないんだけどな。で次の行ってみようか。よし、早手のベストでアイテム名早手のベストに、早手のベストに限定してちょっと探してみよう。安い順でとにかく守備力の高いのを選びたいが、この辺ぐらいまで来ると80になるのか、守備力81、この辺りじゃ81ぐらいが強いのかな、やっぱり。じゃあ81の、守備力で安いもの6000ゴールドいいね。
大成功、守備力プラス2カッコプラス3というのはもうこれ大成功の錬金効果がついてるな。よし、まあ、いわゆるあの後々分かってくると思いますけど、紫の錬金効果はこれパルプンテという錬金効果でつけたものですね。これにしよう。はい、ちょっと上着変わったかな。であとは早手のシリーズで揃えるので体下も早手にしよう。早手のキュロット安い順で守備力高いの92が高いかな。93、94、うん、92、94、1000ゴールドぐらい違うな。ここは安いの買おう。92で、92、うん、92、92、うん、同じような感じかな、錬金は。ということは93は、あ、こういうことね。94は、あ、こういうことね。なるほど。よし、92のもので、うん、はやて、はい、すぐに装備、はい。よし、次、体下の次は腕もはやてで、これも50音順に並べれるので、はやて、あった、はやてのグローブ。これだ。これ安い順に並べる、まずね。これは守備力というよりは素早さ、器用さか。MP 消費しない率いいね。2%で混乱、器用さ、お、会心率いいね。会心率 2.2 これどのくらい違うの。7980、この辺はどうだ。 MP 消費しない、あ、呪文発動速度もいいね。清さ会心、会心 2.2、 よし、会心にしよう。会心に、せっかく紺のスキル上げてるのでね、会心が出た方がいいよね。これにしよう。はい、装備、はい。次は足かな。あと足、これも50音順に並べて早手で、早手のブーツ、はい。安い順、これは何かな。足は素早さとかが多いのかな。あ、転びガードか、うん、おしゃれさ、転びガード多いな。転びガード素早さ、あ、失敗品だ、素早さ、うん、踊らされガード、うん、三河市率いいね。重さ、踊らされガード、三河市率いいね。今のとこいい、あんまりその転びとか踊らされとか、あんまり低レベル帯では その辺のガードはいらないけどな。あと三河市率とか素早さになるのかな。素早さでもいいけどな。よし、三河市の錬金がついたやつにしよう。どこに行ったっけ、三
河市、三河市、あ、これだ、の安いやつ、これだな。あ、ここは 0.2 高い、これにしよう。はい、すぐ装備、はい、装備よし。まあこんな感じになります、格好はね。で、まあ今パパパッと買いましたけど、これはもう実際買いながら自分で覚えていって、自分なりの検索の方法で自分が好きな錬金効果とかで買っていくしかないので、まあ買い方はこんな感じです。で、あとはバーザーで買っていくうちに覚えていくと思います。で、よく皆さん使われるのがやっぱり安い順に並べるとか、その辺は忘れないようにやった方がいいと思います。安い順に並べないと高いのが最初に並んできてるので、うっかり1ページ2ページぐらい見てもう高いの買ってしまったら取り返しがつかないのでね。よし、残ったゴールドは61,800ゴールド、850ゴールド残ったから、結局でも4万ぐらい使ったのかな。預ける、6万ゴールド預けとこう。はい、で OK。 はい、で強さどんな感じかな。うん、なるほど。で、今回受けたいのが、転職のクエストかな。転職するために、今僕旅芸人なんですけども、まあ、他には戦士とか僧侶とか、舞踏家とかいろんな職業があるので、いろんな職業に転職できるようになる。今のままじゃ転職できないんですけども、こういうふうに神官がいます。神官に話しかけると転職はできるんですけども、まず最初は転職できるためのクエストを受ける必要があるので、今回これを受けたいと思います。ここは転職を司るダーマの神殿出張所、転職を変えたい者が来るところだ。何を希望されるか。転職する。転職を望むのだな、ならばお前が転職する資質を持つものであることをダーマの神に示さねばならぬ。良いか、オーグリド大陸のグレン城下町からグレン領西に行き、南に向かうと断崖地帯と呼ばれる一帯がある。その断崖地帯の南の果てや、古き風車が回り続ける地でゴーレムを倒し手に入るものをここに持ち帰るのだ。なるほど、ゴーレムね。この試練を成し遂げればお前に転職の資格を与える。どうだ、挑戦するかね。挑戦します。はい、ゴーレムを倒し手に入ったものはどの町にいるダーマ神官に渡しても構わん、くじけずに頑張るのだぞ。はい、ゴーレムはちょっと強いもんね。レベル21か、 HP82 でゴーレムちょっときついかな。もうちょっとレベル上げてから行こうかな。じゃあ、あとはクエストで今何ができるのかというのは、もちろん冒険ガイドは左上出てるように、町にある駅から風の町アズラを目指そうということで、ストーリー的には、次はこの冒険ガイド通り風の町アズラに行くんですけども、ストーリー的にはそうなんですけども、クエストは何を受けれるのかというのは、この戦歴から一番下クエストリストで、今受けてるのは今受けたダーマの試練という転職のためのクエストで、その横が、紹介されているクエストで、クリアしたクエスト、まあいろいろあるんですけども、紹介されているのはこれ、これね、この辺が今紹介されているクエストで、そうだな、パッと見た感じないかな、ないかな。よし、でバザーを
先ほど買った時にバザーで装備とか武器とか買った時に職人の話しましたけども、今回職人についてじゃあちょっと説明しようかな。ここオルフェアでは、調理職人のギルドがあるんですけども、ギルドっていうのはあの何本部みたいなところ、があるんですけども、そこに行こうかな。それとも分かりやすいように武器とかのギルドに行った方がいいのかな。どこに行こうか。グレンに行こうか。グレンに行くか、木工に行くか、道具に行くか、どうしよっかな。まあいっか。調理僕やったことないので、調理職人はいろんなあの職人を試すことができるんですけども、試してすることはできるんですけども、調理職人は試したこともないので、ちょっとやってみたいので、このオルフェアの町の調理ギルド、ここにあるのでちょっと行ってみますね。でこの各あの職人ギルドにはこうやってマスターなんとかという人がいますので、マスターに話しかけます。ふんわりとろけるクッキンドリーム、私調理ギルドの新人マスター、クッキングエンジェルポシェルだよと。君の名前はケイジさんね。なんて美味しそうな名前。ことこと煮込めばいい調理職人になれそう。ここは調理アイテムを作る調理ギルドなの。調理アイテムを食べると一定時間力や HP が高まるんだよ。何より美味しい料理を食べるとポワッと幸せな気分になっちゃうんだから、さあ君も調理職人になってみようか。はい、ありがとう。それじゃあ早速調理職人になるための試験を受けてもらっちゃおう。でも怖がらなくても安心。試験って言ってもこれは調理職人の練習みたいなもんなんだよ。ちょこっとだけ覚えることは多いけど、やってみればバッチリ身についちゃうからね。そしてありのままの刑事さんのお料理を作ってほしいな。それじゃあ早速クッキンドリーム。はいはい、それでは始めましょう。まずはこの調理用の入門レシピをあげちゃうぞ。ケイジは手軽にクイックケーキを受け取った。そのレシピ帳には初歩のお料理に必要な材料が載ってるんだよ。道具から使って覚えてほしいな。レシピ帳はレシピを覚えると消えちゃうけど気にしちゃダメダメ。お料理のコツの一つ目はレシピを華麗に覚えることだよ。道具から使って覚えたら教えてね。道具から使うと、道具から使う手軽にクイックケーキ、これね、あれ使う。クイックケーキのレシピを覚えた。手軽にクイックケーキは光に包まれ、はい、覚えたよ。もうレシピ覚えちゃったの。刑事さんすっごい、お料理の才能てんこ盛りだね。あのね、覚えたレシピの内容は戦歴の職人レシピブックから好きな時に確認できるだよ、できるんだよ。えへん、他にもレシピを覚えたかったら、この素材屋さんにいっぱい売ってる、ここの素材屋さんにいっぱい売ってるから、安いレシピ帳から揃えていくといいよ。そんじゃお料理のコツ2つ目だよ。調理に欠かせない銅のフライパンを君にあげちゃおう。銅のフライパンを受け取った、フライパンは調理をするのに欠かせない道具なの。これがないと何にもお料理できないぞ。だけど悲しいお知らせがあるの。フライパンは使ってるとやがて壊れてしまう運命なんだよ。そんなこんなで最初の1個はプレゼント、一番安い初心者用のものだから気軽に使っちゃえばいいんだよ。もしもそのフライパンが壊れたら、次の道具は自分で手に入れてみてね。ギルドの素材屋さんでも売ってるから。そしてフライパンは高価なものほど長持ちしちゃうし、会心の手応えが出て焼き加減もバッチリになりやすいの。それじゃあいよいよ刑事さんにお料理を作ってもらう番だね。失敗してもいいから挑戦してみよう。必要な素材はどこかで採取したり、店やバザーを覗いて手に入れるといいよ。このギルドやあちこちの町には職人用の設備があるから、調理用の設備を調べるとお料理を始めちゃえるんだ。詳しい手順は設備を調べた時に説明が見られるから読んでみてほしいんだよ。
結果は気にしない。とにかく一度調理をやってみたら私に報告してほしいの。それができたら君は立派な調理職人なんだよ。さあ初めてのクッキンドリームということで、なんか作れと、とりあえず。で、戦歴からレシピが見れるということなので、戦歴、これ職人レシピブックで調理ね、このぐらい、この今武器鍛冶、裁縫、防具鍛冶、調理、道具鍛冶、ランプ錬金、木工、壺錬金、8個の職人が今あるということですね。で、調理の中から、まあ、全部スイーツ、まあ、種類別にも見れますけど、とりあえず全部見ましょう。クイックケーキね、これを見る。クイックケーキ、必要な素材、新鮮卵3個、おいしいミルク1個、デリシャスオイル1個、新鮮卵3個、おいしいミルク、デリシャスオイル、新鮮卵、おいしいミルク、デリシャスオイル、新鮮卵、デリシャスオイル、なんだっけ、もう忘れた、なんか初めてのお使いみたいに、新鮮卵、デリシャスオイル、引き出す。1万円ぐらい持っとこっか。1800持ってるから、8000ね、9850ゴールド。よし、とりあえずバザーとかでも買えるんですけど、分かりやすいようにちょっと素材屋で買おう。買いに来た。デリシャスオイルだっけね、デリシャスオイルか、デリシャスオイルを1個、で新鮮卵3個で、おいしいミルク1個、あとはいらない。ここでよかったかな。もう一回戦歴見てみようか。戦歴の職人レシピブック、調理全部、クイックケーキ、お、グレーアウトしてたのが全部白くなってるということはバッチリ。よし、作ってみよう。作るときは職人の設備のところに行きます。これ設備ですよ、これ。はい、道具袋だけでなく預かり所と屋根裏収納に入っている素材を使って調理ができるようになりました。はいはいはい。で、今出てたみたいに、実際この道具の使うものに持ってなくても、預かり所とかに あのその素材を預けとけば、あのそれとリンクしているので、あのわざわざこう預かり所から出したりとかしなくても、預かり所とかに預けている素材を使って調理できますよということです。で、調理を作る。はい。使うフライパン、銅のフライパン、これね。一度装備すると他の人に渡せなくなりますが、よろしいですか。はい。作るものの種類、スイーツ、クイックケーキ。クイックケーキは右の、右というか真ん中辺の下にちょっと出てますけども、食べると30分素早さアップ、あと5回使えるというのがクイックケーキなんですけども、その右に素早さプラス20、経験値プラス 1% ということで、このクイックケーキを作りましょう。クイックケーキを作ります、よろしいですか。はい。お、調理の遊び方の説明です。毎ターン具材を焼くたびに各具材の焼き加減メーターが上昇します。焼き加減メーターを満タンにしましょう。焼き加減メーターが満タンになった具材は食べ頃状態になります。すべての具材が食べ頃状態になったら仕上げるコマンドで完成です。なるほど。ただし食べ頃状態になった具材の焼き加減メーターがもう一度満タンになると具材が焼け焦げてしまうので注意してください。もう一度満タンになると
うん、ようわからんけど、具材はフライパンの中心に近いほど焼き加減メーターが上がりやすくなります。集中力に注意しながら完成を目指しましょう。うん、なるほど。よし、特技はまだないのかな。このまま焼く、具材を動かす、ここに動かす、中心に行くほど強く焼けるってことだよね。動かせないの。あ、これを動かす。お、なるほど。で、このまま焼く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 。あ、ダメなのこれ。どういうこと？え、どういうこと？え、これ焦げたってことじゃないの？意味がわからんのだ。意味がわからん、全然。なんじゃこれ、調理難しいって聞いてたけど、全然意味がわからんね、これ。あ、成功したし。クッキーケーキができた。ちょっともう一回作らせて、もう一回作らせて、もう一回作らせて。全然意味がわからんかった。デリシャスオイルが1個、はい、これデリシャスオイルはなんか必須みたいな、あのランプで言えば妖精の粉みたいなやつなのかな。新鮮卵が3つだっけ。で、美味しいミルクが1個かな。これでよかったっけ。はい、じゃあ作りに行くよ。ここでもいいんじゃないの。ここでもいいのか。料理作る。はい、銅のフライパン作る。スイーツ、クイックケーキ。はい、このまま焼く。具材を動かす。動かしながら焼けってこと。なんか動かす絵はよく見るのよね。なんかあのドラクエの、あのドラクエ TV みたいな公式テレビとかでよく見るんだけどね。コキってなったね、今ね。なんか音がピッてなったよね。ピッてなった時はあの木工職人とかでもそうですけど、だいたい出来上がった時だよね。仕上げてみよっか。これで、これでいいの。お、いいのか。あ、星が1個ついた。星が1個ついたっていうことは、あ、レベルも上がった。斜めムーブの特技を覚えた。斜めムーブを使うと斜めのマスに具材を移動する。なるほど。難しいな。よくわからんわ、ほんと。よし、まあ作りましたよと。クッキンドリームできちゃったね。うまくいってもいかなくても、作ってみることが初めの一歩だよ。今日から刑事さんは調理職に、美味しい料理をたくさん作っちゃってね。きっと素敵な調理職になってくれるって私は信じてるんだよ。ささやかだけど、お祝いにこれあげる。新鮮さまが5個、17の名声値。はい、クリア。刑事は調理職人になった。いや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 、刑事さんはお料理好き？料理は自分のためにも作るけど、誰かを幸せにする力もあるんだよ。それはとっても素敵なこと。美味しくなれとお祈りして、可愛く素敵に盛り付けて、愛情は大さじ1杯なのよね。そんな風に愛のあふれるお料理を作ってくれる調理職人をたくさん増やすこと、それが私のクッキンドリームだよ。あ、そうだ、調理の仕事を重ねて職人としての経験を積んでいくと、職人レベルというのが上がっていくの。ただ今のままだとレベル10で満腹なの。レベル10を超えるためには一人前になるための試験を受けてもらうからね。
ここ大事ですよ。結構レベル10でね試練がありますよと。でそのレベル10の試験を受けて一人前になっちゃうと調理職人以外にはなれなくなるんだよと。それが職人の世界の掟ということで、レベル10でその試験を受けるまでは、他の武器鍛冶職人、木工職人、裁縫職人とか、ランプ錬金とかいろんな職業を経験、試して経験することできるんですけども、そのレベル10の試験を受けて、要するに試験というのはクエストのことなんですけど、レベル10のクエストを受けてクリアしてしまうと、もうその職人以外にはもうなれないので、試すこともできなくなるので、注意してねってことを言いたいんですね、この人は。だから、調理職人として一人前になる決心がつく前に他の職人さんも試してみちゃうといいかもだよということ。職人レベル10になって調理職人になってくれるって決心がついたら一人前の試験受けに来てねと。了解。で、作ったものは何の職人でもそうなんですけども、作ったものはその、ギルドに大体バザーがあるんですよ。バザーに出すことが、バザーどこ行った、バザー、あ、取引所あった、バザーに出すことができます。さっきのこの早手のなんとかとか買ね、演武のコンとか買った時も、それは職人さんが作ったものをバザーに出してるんだよという話しましたけども、僕も今そのクイックケーキ作ったので、それを出品することができます。クイックケーキ、まず星1個と星なしの方があるので、まず星なしを出してみましょうか。はい、300ゴールド、安っ。300ゴールド、まあこれじゃあ200ゴールドぐらいで出そうか。はい、もう一個出そう、クイックケーキ星1の方ね。星1の方はいくらで出品されてる？200、270、安っ。これも200で、じゃあ250で、切りのいいとこでね。はい、これ出しとこ。よし、まあ返品になるかもしれんけど出しとこ。よし、ということで、今回の動画ちょっと長くなったんですけども、バザーでの武器防具の、買い方と、それと職人の始め方みたいなところをご紹介させていただきました。今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。